昨日北大植物園に座った鹿と同じ個体であるかは分かっていませんが、午前1時半ごろには通行人が中央区北4条西1丁目の路上で鹿1頭を目撃しました。その後、警察官も鹿を確認し追跡しましたが、午前3時前、東区北14条東7丁目の環状通りの付近で見失ったということです。鹿はいずれも角があるオスだったということで、 付近を通行される方は道路への飛び出しにも注意が必要です。